こんにちは、こんばんは、安村です。今日はデュエルマスターズコラボガチャを2回引きたいと思います。このメールで結構魔法石は貯めてるんですけど、今回はこれは使わずにダンジョンクリアだけで取った魔法石が18個の中で16個あるので、3回引けるんですけど2回引きたいと思います。では早速引きましょう。コラボガチャで金っていうのが出たことないのであれなんですが、回します。かっこいいね、デュエマ。デュエマはやりましたから、昔。そんなにデュエルする方じゃなかったんですけど、カードはそこそこ集める感じだったんですが、行ってください。どうぞ、金出てください。どうぞ。ですよね、ですよね。ちなみに、お、なんか見たことあるような呪文の化身かな。一旦の間、貴族性の攻撃力が 1.5倍、自分以外の味方スキルが一旦溜まると。悪魔タイプの攻撃力が2倍、リーダースキル、魔力増幅みたいです。後で攻略アプリ見たいと思いますが、もう一本回しますか。その前に友情ガチャいきますか。友情ガチャいきましょう。1連とか、まあ1回でいきたいと思います。ぴったり200だったんだ。フェイト、フェイト、入った。オッケーオッケー。おー、かわいいじゃないですか、フロストデビル。ではメインのデュエルマスターズガチャラストです。いきます。でもなかなかやっぱりコラボガチャって金出ないですよね。まあしょうがないかもしれないんですが、どうぞ。さて何が出るんだろうか。まあそうですよね、金ですよね。お、なんかリヴァイアさんみたいな感じ。送信竜スペルグレートブルー。一旦の間、悪魔タイプ、悪魔タイプが2倍、悪魔炎火か。でドラゴンタイプの攻撃力が 2.5 倍と。あー、もう一回引きたいっちゃ引きたいんですが、2回で終わりたいと思います。でちょっと攻略アプリを見ましょう。ちなみに何を引いたんだっけな。ボックスで入手順になってたね。グレートブルースプルグレートブルーと化身で、ちょっと確認したいと思います。この人ですね、呪文じゃなくてカーストーテム、カーストーテムらしいです。タオパプ、タオパブの力 1.5 倍と。進化、ちなみに進化があって、刀匠のメサイヤ。こんなキャラクターいたような気がするんだけどな。悪魔体力タイプ、ちなみに覚醒スキルは3つほどですか。もう一つの方見ましょう。もう一つの方が送信竜スペルグレートブルードラゴン悪魔タイプですね。星4、コスト12、悪魔タイプの縁側 でこちらも進化がありまして、ドラゴン悪魔超新星ネプチューンシュトロームですね。これ覚醒スキルがすごいんですよね。操作時間にスキルブーストに水の泥強3つ、自動回復に水軽減、水のドロップ強化がありながら水軽減が2つあると。なんか面白いですね、この人は。なんか意外と面白いかも。悪魔炎火の自分以外の味方多いですね最近。一旦溜まると最短で12ですか。どうだろう。でもドラゴンとか、あと何だったっけな、ドラゴンじゃなくて、あとマシンタイプとかも生かしてやりたいなと思うんですけど、でもドラゴンって意外といるんだよな。だから多分組もうと思えば組めるとは思うんですが、レアはどれだろう。これとかがレアなんですよね、ロマノクとか。まあ金は出ないでしょう。
今回のコラボガチャは、まあ昔やっぱりデュエマは少なからずやってはいたので、記念に引けたということで良かったんじゃないのかなというふうに思っております。まあでもかっこいいですね、ボス闇の方と光の方で。ちなみにこれは違いますね、これは違います。この人の先生が何気に痛いという感じではございますが、まあでもね、あれですよね、メロディーがすごくかっこいいというか、多分おそらく何回も入ると思うんですけど、この後も楽しくデュエルマスターズコラボまだまだやっていきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。本当はね、金の卵が欲しかったんですが、ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。